有馬即ゆえは、江戸時代前期の旗本。旗本、有馬豊町の長男として生まれる。上皇元年8月25日、徳川家綱に初越、発越遠方3年7月11日、家徳を継承。遠方7年8月15日にご使い番となり、同年12月28日に付与許された。天那元年3月1日。 大瀬により関東巡視の任に当たる。天那2年4月13日には、越前国王の城を土井と志望に引き渡す役割を務め、同月21日に上野国王ら軍内で500国を加増され、地行地は都合3500国となった。天那3年うるう5月28日には、幼少の坂木原虎之助が藩主に就任した越後村上藩に大瀬によって、 派遣され、政務の監督に当たった。上京2年7月12日には、下佐国古賀城を松平信之に引き渡す役割を務めた。元禄五年4月14日、おさき、鉄砲頭に転じる。宝永元年6月7日、高齢を理由に職を退いている。聖徳三年うるう5月28日、79歳で死去。 アザブの総計寺に葬られた。関西重州所家府には、実子として一男三女、養子として三男一女を掲げる。実子の範リヒは父に先立って死去した。赤松氏一門の旗本、石の即院の逸を、範リを養子に迎えたが、範忠氏は後に、筑後久留米藩主、有馬頼宗の養子となって、家督を継承し、久留米藩第六代藩主になった。 代わって、のり、ただしの次男、大二郎が、のりゆえの養子になったが、のり、ただしの長男が死去したため、死死として、久る米に引き取られている。家徳は、同族の旗本、有馬重弘の長男、のり松室が、養子に入って継いだ。実子の娘三名については不詳。養女は、実弟、水野勝政の娘で、旗本、瀬名一名の室となった。 ありがとうございます。